小川未明文学賞は日本近代童話の父と称される小川未明の没後30周年を記念して1991年に創設された公募による児童文学賞である小川未明文学賞委員会と新潟県上越市が主催している応募資格はプロアマを問わない短編部門と長編部門があり応募締め切りは毎年10月末日 未発表作品に限られている。現在の選考委員は、今井京子、小川秀春、小野祐二、柏葉幸子、中島京子、宮川竹雄、学研プラス絵本、読み物編集室長。対象受賞者には、賞金100万円と記念品の、小川未明童話全集が授与され、対象作品は、学研プラスより書籍化される。また、優秀賞受賞者には、 賞金20万円が授与される。第1回、第2回は、小川未明文学賞委員会と、日本児童文芸家協会が主催した。第3回から第7回までは、小川未明文学賞委員会が主催、新潟県上越市教育委員会が共催した。第8回からは、小川未明文学賞委員会と、小川未明の出身地である、新潟県上越市が共同で主催し、 文学賞の募集、選考、運営が行われている。これまでの選考委員には、関秀夫、角田光夫、三木拓、岡上鈴江、杉美紀子、河村隆出島祐介、浜野拓也、砂田博士などがいる。第1回から第8回の対象受賞作品は、NTT 出版から刊行された。第9回以降の対象受賞作品は、学研より刊行されている。 また、優秀賞受賞作品の中には、学研、蜘文出版、岩崎書店、長文社などから書籍化されているものもある。第1回から第22回までは長編のみの募集であったが、第23回から短編の募集が加わった。第20回から応募締め切りが10月末日となり、贈呈式は3月、東京都内と新潟県上越市内で各年、開催されている。 本文学賞から出発した児童文学作家には今井京子、中山聖子、宮下絵馬、森島泉などがいる。ありがとうございます。